京劇に白黒チャンネルのお時間です。皆さんこんにちは、白黒チャンネル中2とジジジチャンネルの味噌汁です。ということで本日はオセロニアですね、逆転オセロニアの実況をやっていきたいと思います。イエーイ。なんとですね、こちらのスペシャルオセロニア応援カウントダウンガチャをですね、はい、なんかすごいさ、もったいなくて取っといたらなんと最終日になっちゃいましてまあまあまあ一応ね全部言ってるんですけども、はい、人気超コマ6体追加のこちらがですね、なんと10回プラス1回無料ガチャでございます。すげー。もうね引いた方も多いんじゃないかなと思うんですけども、うん、引いてください。はい、危ないんで引いといてください、うん、ということで引きましょう。まあね、欲しいのはね、ミラクレルがかなり欲しいですね。お、持ってないの？ミヤクレル持ってないんですよ。意外。いや、ミヤクレルは結構引いたんですけど出てなくて、もうワンチャンミヤクレルだけ欲しいぐらいな感じの気持ちで行きたいと思います、はい、行きましょう。はい、行っちゃおう。いや、ちょっと嬉しいね、固定ガチャ安心さあ。スペシャルフリー金楽しみ深い。 S が出ないことはないですからね。ダメ、ちょっと来て、お、来た。あ、よかった、ミヤクレルだわと思いきや、あ、すごい、おめっちゃ金、うん、うん、ああドルシーもね強いですよ。透過がね、あの強いですね、はい、進化も強いんですけど透過がね強いですね。なんかすごいファフニール出る、なんかいつも引いてるイメージ。毎回ファフニール、ファフニールか、あー、デガリアビヒターですねウェリウェイウィーゲリエビヒテ。今ねちょうどあのフォーシンツーズっていうサプライズガチャっていうのがねできてまして、これ正月アズリエルとか正月乱量を取ってない人は結構引いといてもいいんじゃないかなっていうガチャなので、ぜひぜひ気になる方いらっしゃいましたら引いてみてください。あとはこれですね、この呪いコレクションのダントナーが超強いんで、これもやばい、もうやばい、呪い本当にやばい。いや、みんなでちょっと呪いをやっつけるデッキを考えたいね。考えてほしい。だって最初の頃は、呪いが出た頃は1個や2個のキャラだったから、なんかそんなに受けても安心だったけど、もう次から次に呪われて、本当の本当にそれですよ。出さされてるもん、ずっと。そうなんですよ、うん、だから最近結構吸収キャラ、吸収使ってますね、うん、チャイタン、シャイタンさんをもう入れて吸収パーティーをね結構やってるんですけど、うん、皆さんもおすすめの呪い対策パーティー、まあ、もしくはもう竜で関係ねー、パーセントダメージ痛くねーって、ドーンドーンっていう、あと C ゲームだドーンみたいな感じでドーンってやる感じかなと思うんですけど、呪いをである程度呪いに対抗できるようになるまでちょっと呪い強すぎてちょっと使いづらいなと思ってなんかいろいろ考えてとかで、よければね皆様アドバイスいただければと思います。あと最近ちょっとミラティブでバイバイ初めてしたんですけど、あの iPhone でも配信できるようになったので、はい、またなんか深夜とかにねちょっと一人で寂しい時にね配信できればと思うのでよければねTwitterの白子チャンネルとかで検索するとね、ミラティブも出てくるんじゃないかなと思うので、ぜひぜひそちらもよろしくお願いします。そしてみそちゃんもこれからガチャッと引きます、はい、そちらの方もね動画みそちゃんの方も上がると思いますので、ジジジチャンネルもぜひぜひチェックしてみてください。では今日も最後までご視聴ありがとうございました。ラストジャンキーいきます。せーの、白黒ジャンキー、最初にゃーんキンポイ、はい、グーなのでパーの人、そしてみそちゃんはパーなのでチョキの人は明日行くことあるかもよ。今日も最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録まだという方はぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。動画少しでも楽しんでくださった方はいいねとかコメントぜひぜひよろしくお願いします。ではまた見てくださいね。バイバーイ。